俺の想像が正しければこの86番の走りには現時点では露呈していない重大な欠点があるはず。それが何だかわかるか、ケンタ。欠点と言われてもわかりませんね。まるで昔の藤原を見ているようなアクロバティックなドライビングですよね。教えてくださいよ社長、気になります。もうちょっと自分の頭で考えてみろ。だからお前は成長しないんだ。そんなこっちゃいつまで経ってもファクトリーに戻さねえぞ。